どうも、石川です。はい、これより登録が参りました過去問解説講座を始めていきたいと思います。こちらの講座では、四国ブロックの香川、愛媛、高知の2020年度、問い91から問い100までの過去問について解説していきます。過去問については、下の概要欄からダウンロードできるようにしておりますので、ぜひぜひご利用いただきたいと思います。はい、それでは早速始めていきましょう。問い91番です。引き続き第4章の内容となりますので、皆さん頑張りましょうね。頑張りましょう。はい、それでは、問い91。医薬品の分割販売に関する次の記述の正誤について正しい組み合わせを選びなさいということで、はい、こちら答えは5番が正解です。こちら、今、分割販売というものが書かれておりますよね。はい。分割販売って何だろうというところでは、例えば、通常ドラッグストアなどではですね、お薬の箱で、箱とかね、瓶とかね、今、いろんな袋に入ったりとかを販売しておりますよね。で、その、一つのパッケージ、例えば、解熱鎮痛薬が、20錠入りのものがあったりとかしますよね。で、ただ、ちょっと今頭痛いから1錠だけ欲しいなってなった場合は、すいませんと、解熱鎮痛薬1錠だけくださいってなった時には、あ、いいですよ、みたいな形で箱をパカッと開けて、そこから1錠を渡して、そして、まあ、必要なね、記載がされたものとかをですね、いろいろこう、まあ、添付文書つけたりとか、そういったものもお渡ししなくちゃいけないんですけど、それを満たしていれば、販売することができます。なので、お客さんの求めに応じて1錠くださいな、2錠くださいな、3錠くださいなというお客さんの求めに応じて、販売することがこれできます。で、そして箱を開けてということで、そのようなものをですね、こちら今回では、分割販売、量り売り、霊媒とも呼んでおりますので、まあ、それを踏まえた上でのお話をさせていただきます。はい、ということで、まず A なんですが、薬局において分割販売する場合には、販売の都度説明することにより、法の規定に基づく要件への記載事項については省略することができるよ。いや、違うんですね。省略することはできません。はい。なので、こちら記載事項をこうしっかりと記載して、まあ、そういったものを満たした上じゃないと、販売してはいけませんので、A は誤りです。はい。それから B、薬局において分割販売する場合には、当該薬局の名称や所在地を記載する必要はないよ。そんなことないんですね。これ、名称とか所在地記載しなければなりませんので、こちらも B、誤りとなります。はい。それから C は、こちら、正解となります。何かというと、店舗販売業においては、特定の購入者の求めに応じて、医薬品の包装を開封する、分割販売は認められるが、あらかじめ小分けすることは認められていないよ。はい、このあらかじめ小分けってどういうことかなっていうと、例えば今私のこの動画を見ていただいて、お、そうなんだみたいな。うわ、知らなかった。いや、よし、じゃあ、ドラッグストアに行って1錠だけくださいな、言ってみようみたいな形で行くと、まあ、大体お断りされます。なぜかというと、例えば20錠入りのものをですね、1錠くださいな、残り19錠また誰買いに来るかなってなってきたら、そうするとですね、品質が正しく保されない場合がありますから、なので、すいません、うちちょっとやってないんですよってお断りすることももちろんできます。ただ、いや、なんか1錠だけくださいな、1錠だけくださいな、1錠だけくださいなっていうふうに、たくさんの方が来られたら、お、あ、なんかすごい1錠だけくださいな、多いな。よし、じゃあ、1錠だけをあらかじめ、小分け包装にして、そして容器などの記載事項を満たした上でですね、それで販売していこう。よし、いい案が浮かんだ。ダメなんですよ。それがあらかじめ小分けというものになるので、お客様の求めに応じて、1錠だけくださいね、2錠だけくださいなという求めに応じて、分割販売することはいいんですけど、あらかじめ小分けしておくことはこれダメなので、なので、こちら、C はそういった記述になりますので、こちらは正解となります。はい、それから D は、卸売販売業において分割販売は認められていないよとあるんですけど、卸売販売業というのは、いわゆるですね、配置販売業とか店舗販売業とか薬局とかにですね、お薬を、業者のところでね、この、お薬を販売しているところになりますので、なので、こちら、例えば薬局がすいませんと、箱1つ100錠入ってるのはちょっときついから、ちょっと10錠だけくださいねっていうことも OK ですので、なので、こちら分割販売は認められております。
ということで D は誤りなので5番が正解となりました。はい、では次行きましょう。ちょっと長くなっちゃいますねこれ。はい、もうちょっとスピードアップしていきますよ。はい、問い92番です。医薬品の販売業に関する次の記述の正誤について正しい組み合わせを選びなさいということで、はい、こちら答えは3番が正解となります。 AB 正解 C なんですけど、店舗販売業、卸売販売業の許可は6年ごとに、そして配置販売業の許可は5年ごとにとかってなってるんですけど、これは違いますね。そうなんですよ。これ、配置販売業も、一緒にしてください。一緒にしてください。そうなんですよ。なので、こちら、5年ごと、配置販売業5年ごとではなく、配置販売業も6年ごととなりますので、こちら C は誤りとなります。はい。ということで、こちらですね、店舗販売業、配置販売業、卸売販売業、それからあと薬局の全部、6年、全部6年というものになりますので、ここ、間違えないようにしてあげてください。はい、ということで、こちら答えは3番が正解となりました。では次行きましょう。問い93番ですね。薬局における薬剤師不在時間などに関する次の記述の正誤について正しい組み合わせを選びなさいということで、はい、こちら答えは4番が正解となります。A なんですが、あらかじめ、予定されている定期的な業務によって恒常的に薬剤師が不在になる時間は薬剤師不在時間として認められているよとあるんですけど、これ認められておりません。そうなんですよ。急遽決まった、カンファレンスだったりとか、そういったものであればですね、いいんですけど、あらかじめとかっていうところ、もう、決まってるよとかっていうものはね、ダメなので、A は×になります。それから B と C は正解、それから D なんですけど、薬剤師不在時間内は、薬剤師不在時間にかかる掲示事項を当該薬局の外側の見やすい場所に掲示していれば、当該薬局内の掲示は不要ですよ。いや、こちらも必要となりますので、ちゃんとね、掲示しといてあげてくださいね。ということで D は誤り。なので、答えは4番が正解となります。はい、では次行きましょう。問い94番です。店舗販売業に関する次の記述の正誤について正しい組み合わせを選びなさいということで、はい、こちら答えは、なんと、なしです。なし、初めて書いたかな、なしです。稀にあるんですよ。こういうことは。ほとんど、滅多にないんですよ。滅多にないんですけど、こう選択肢ないというパターンがあります。ただ、この場合はですね、皆様、全員正解になりますので、なので、あれこれ答えないじゃん、みたいなね。またこれもう、絶対ミスだよ、みたいな感じになったら、もしかしたらご自身がミスしてる可能性もありますから、だから、こういうことはほとんどないですからね。なので、まあ、ないものなんだなと思っておいてください。で、まあ、今回はですね、これ選択肢なかったんですけど、こちらはですね、まず A は正解です。A は正解。そして B も正解です。A、B 正解。それから C なんですけど、C は、これ誤りなんですよ。あ、で、C と D が誤りなんですね。C と D が誤り。A と B は正解。C と D は誤りです。で、C なんですけど、店舗管理者が薬剤師である場合に限り、その店舗に従事する登録販売者に、要指導薬品及び第一類薬品を販売させることができる。いや、そんなことないんですよ。そんなことないです。ね。登録販売者は、必ずですね、第二類薬品、第三類薬品しか販売することはできませんので、店舗管理者が誰であろうと、これはね、ダメですので、C は×です。それから D。店舗販売業の許可を受けた店舗において、薬剤師が従事している場合は、処方箋を受けて、調剤することが、そんなことないです。処方箋は薬局の許可を取っているところじゃないと、やることができませんので、なので、店舗販売業の許可ね、薬剤師がいても、これは調剤することはできませんので、D は誤りとなります。はい、ということで、こちら A、B 正解、C と D は誤りなので、これ勝ち、選択肢なしということで、こちら、全員正解のものとなりますので、気をつけておいてあげてください。はい、ということで、次行きましょう。問い95番です。配置販売業に関する次の記述の正誤について、正しい組み合わせを選びなさいということで、はい、こちら答えは4番が正解となります。 A なんですが、誤りですね。区域管理者が薬剤師であれば、販売に従事する配置員が登録販売者であっても第一類薬品の配置販売を行うことができるよ、できません。
そうなんですよ。第一類薬品は必ず薬剤師になりますので、これもですね、管理者が薬剤師だろうが関係ございません。なので、A は誤りです。それから B は正解、C なんですけど、配置販売業者は購入者の求めがある場合は、医薬品の包装を、開封して分割販売することができるようできません。そうなんですよ。配置販売業は分割販売できないんですね。できないです。なので、分割販売できるのは薬局、それから店舗販売業、それから卸売販売業は分割販売できるんですけど、配置販売業は分割販売することができませんので、ここを気をつけておきましょう。はい。なので、C は誤り、そして D は正解なので、4番が正解となりました。では次行きましょう。問い96番です。特定販売に関する次の記述について正しいものを選びなさいということで、はい、こちら答えは4番が正解です。特定販売というのは、いわゆるインターネットなどによってですね、こう、自分のこの、店舗のところではなく、離れたところにお薬を販売していくような業態のことをですね、特定販売というふうに言っていきます。はい。ということで、それを踏まえた上で A なんですが、特定販売は、その薬局または店舗以外の場所にいるものに対して、要指導薬品及び一般用医薬品を販売することができるようとあるんですけど、できません。そうなんですよ。その薬局または店舗以外の場所にいるものに対して販売することできるんですが、ただ、扱うものがダメなんですね。これ、要指導薬品はダメなんですよ。そう。ダメなのは、医療用医薬品だったりとか、あとは、要指導医薬品に関してですね、医療用医薬品や、要指導医薬品は、こちら特定販売ではダメなので、なので、こちらですね、A は誤りとなります。それから B は正解、C なんですが、乱用などの恐れがあるものとして、厚生労働大臣が指定する医薬品は、一般用医薬品であっても特定販売により販売することができるな、できないよとあるんですけど、いや、これ、できます。できるんですね。なので、C はこれ、誤りとなります。はい、そして D は正解で、答えは、4番が正解となりました。では次行きましょう。問い97番です。乱用などの恐れがあるものとして、厚生労働大臣が指定する医薬品に該当する有効成分としての正しいものの組み合わせを選びなさいということで、はい、こちら答えは1番が正解となります。A、B 正解となります。ブロモバレルル尿素、それからメチルエフェドリン、括弧内も覚えておいてくださいね。括弧内、過去に他の地域で引っ掛けてきたこともありますので、括弧内の、鎮外加痰薬のうち内服液剤に限るよというところまで押さえておきましょう。それから C と D は、確かにですね、カフェインというのは、今こうカフェイン中毒というものも巷ではですね、こう問題となっているんですけど、ただ、乱用の恐れがあるものとしては、大臣は指定しておりませんので、こちら C と D が誤りで1番が正解となりました。では次行きましょう。問い98番です。医薬品の販売方法に関する次の記述の整合について正しい組み合わせを選びなさいということで、はい、こちら答えは4番が正解となります。 A なんですけど、購入者の利便性のため5種類の風邪薬を組み合わせて販売しても効能効果が全く同じ製品であれば問題ない。いや、ダメですよ。ダメです。いや、効能効果が同じ製品がですね、5種類も、いや、2種類もダメですよ。ダメです。そんな利便性のためにですね、そんないっぱい組み合わせて、よし、なんかすごい、ミラクル製 できちゃったとかね、で、勘違いして、これ、全部飲んどきゃ効くんじゃないかって思っちゃう人いますから、だから、そんなことをやっちゃダメですから、A は誤りです。はい、そして、B は正解。それから C。店舗販売業の許可を受けた、店舗があれば、店舗以外の場所に医薬品を貯蔵または陳列し、そこを拠点として販売することは認められているよ。これダメです。何かというと、必ず、お店の敷地内というか、このお店内ですね、許可を受けた、この店舗の中じゃないと販売することができません。なので、例えば、日曜日とかでですね、仮設テントを作って、今日は、解熱鎮痛薬の特売日ですみたいな感じで、そこで販売することは、これ、駐車場とかを利用してですね、販売することはこれ禁止されてますので、なので、必ず許可を受けた敷地、店舗の中ですね、店舗の中で、ここはお薬売っていいよって言ったところじゃないとお薬販売しちゃいけませんので、こちら C は誤りとなります。
はい、そして D は正解なので4番が正解でした。はい、では次行きましょう。問い99番です。医薬品のこう販売広告に関する次の記述の正誤について正しい組み合わせを選びなさいということで、はい、こちら答えは4番が正解となります。なんか4番多いですよね。はい、なんか心配になっちゃうんですけどね。そう、なんか同じ数字が並んできますとね。はい、で、4番なんですけど、で、こちら、D が違いますよね。漢方処方製剤の広告において配合されている個々の抗生生薬の作用を個別に挙げて説明することが適切ですよとあるんですけど、これダメなんですよ。例えば、葛根湯。葛根湯の中には、葛根というクズが入っておりまして、これ筋肉とかを弛緩させたりとか、そういう働きがあるので、肩こりとかにも、こう、風邪ひいてなんか肩こるなとかっていうのに使えるんですよ。そしてさらに、葛根湯には魔王が入っておりまして、魔王はですね、気管支を拡張させる働きがあるので、ちょっとこう、夜眠れなくて咳がごほほほとかって出ちゃうのにも使えるんですよとかっていうように、個々の生薬を個別に、説明していくことが、ダメなんですね。なぜかというと、漢方処方製剤というのは複数の生薬が組み合わせてで、そして、それがいい塩梅で、それぞれの、効果を助け合ったりとかしていきますので、だから、個別の生薬を挙げて説明することはダメですよということを言ってます。なので、このあたりはですね、実際の、こう、今、紙面上で勉強しているものと、ちょっとこう、現場では少し異なるところはあるんですけど、うん、そうなんだ、ダメなんだな、というところで、一応押さえといてあげてください。はい、ということで、これ、適切ではなく、不適切となりますので、D は誤りです。はい、ということで、4番が正解でした。はい、では次、最後ですね。問い100番です。行政庁の監視指導及び処分などに関する次の記述の正誤について、正しい組み合わせを選びなさいということで、はい、こちらも答えは4番です。いやー、もう心配になっちゃいますよね、本当に。で、こちら全部正解です。なので、こちらですね、まずは、都道府県知事なのか、それとも厚生労働大臣なのかというのをちゃんと見極めてあげてください。そしてその、大臣知事が誰に対して、その指導を行っているのか、処分を行っているのかというところもですね、しっかりと見ていただくと、そういったところがポイントになりますので、こちらですね、必ずしっかりと文章を読んで、誰が誰に何のことを言ってるのかなというのを見極めができるようにしておきましょう。はい、ということで答えは4番が正解となりました。はい、ということでこのようにですね、この第4章ちょっと難しいなと思うところも多々ありましたので、ぜひぜひ間違えたところはしっかりと復習して次ができるようにしておきましょう。はい、ということでここまで動画いいなと思っていただいた方はですね、 LINE などに登録していただきますと質問などをお受けしておりますので、ぜひぜひ下の概要欄からご登録をお願いいたします。はい、それでは本日も動画を見ていただきまして誠にありがとうございました。